ちゃん新宿高島屋に来ました。涼しいね。ちょっと今日は早めのランチをとある早めのランチを食べに来ました。何でしょう。愛知の名物グルメ。どこなんだ。なんか黒い。かわいい。おしゃれパン。パンのほら、なんかま、こうさ端っこにあるんじゃない。美味しそうだな。いっぱい。ネギ美味しそう。予約してある。カニだって。カニ、すごい。佐世保バーガーだ。どこ？あっちだ。え、気づかなかった。カニ、あ、パンダだ。すごい。相変わらずすごい。あ、なんと卵が来ます。すごいよ、このチーズが。でで。大好き、カマンベージュ。あ、くるくる。走ってきた。はい。失礼します。はい、では次はカマンベールとハンバーグの上に行きます。はい。バランス。このね、バランスが難しい。バランスが難しいです。乗せまして。では行きます。はい、押していくね。お願いします。はい、あかーん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、かけて。はい、ソースね、ソースかけます。お願いします。はい、デミトマト。美味しいやつ。はい、全部かけ。はい、仕上げのソース一緒。あ、ソース、マヨネーズソースです。あ、へえ、そうなんだ。どうぞ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。いやいや、本当ありがとうございます。デミトマトソース。デミトマトソース、これめちゃめちゃ好き。トマトのさ、さっぱり感がさ、美味しいよ。チーズうまっ。締め込め？それとも今日は Vlog？ え？ダランと伊勢丹に行くけど、これはついてくるの？ついてくるの？あ、じゃあ行きましょう。ここは今ユンバンなので、ダランを通過します。そして伊勢丹に行き、私の気になっている香水を見に行きます。運動しなきゃね、食べたし。たら店内撮っちゃったんだよ。小物が買えました。袋ついてる。嬉しい。晴れてる。サングラス掘る？ちょっと恥ずかしい。
本当は今日はエイリアンっていう映画を見る予定が全然時間がなさそうだったのでお買い物になりました。サンリオ1階だってここ、え、ちょっとすごい、サンリオとディズニーが並んでる。じゃあ何、嬉しい、地味にずっと気になってたからやっと帰った。じゃあこっちまで行く、一緒に寝たのいいところ、タクシー乗り場がここ、という感じで私のとある午前中からの Vlog でした。バイバイ。